皆さんこんにちは。こんにちは。宮本さん本日もよろしくお願いします。甲子園開幕したんですけれども、はい、2年生の時に宮本さん出られていて、はい、夏ですね、はい、で3年生の時は負けてしまったと思うんですね。そうですね、はい、その時のお話とかお伺いしてもいいですか？わかりました、はい、大阪予選の決勝で3年生の内野手の方が怪我されてメンバー入って、で、まあ、甲子園出れただけでも幸運だったのに、また甲子園の大会期間中にサードのレギュラーの人が怪我して決勝戦にスタメン出れましたと、はい、で、まあその流れを持って、まあ、僕らの代ってあんまりいい選手が集まらずに、強くないって言われてたんです。だからなんとかそれを覆したいと思って秋の大会入ったんですけど、はい、まあ結局あれも4回戦かな、北陽高校に負けまして、まあ、選抜の夢が絶たれて、で、まあ、冬の練習、これね、選抜で出ないと冬の練習きついんですよ。へぇー、そういうのあるんですか。で、まあ、乗り越えて、で、まあ、夏の大会なんですけど、まあ、4番が腰怪我して出れなかったりとか、まあ、いろんな、まあ、その時1年生のね、まあ、僕らの年はピッチャーがちょっと弱いって言われたんで、1年生、入木優作、ジャイアンツに入ったね。はいはい、まあ、彼が1年生で入ってきて、もうすぐメンバー入り。あ、そうだったんですね。はい、で、まあ、思わぬところっていうのがもう当てはまると思うんですけど、まあ、公立高校に負けちゃったんですね。で、まあ、接戦やってて、入木が最後、ちょこっと打たれて、はい、で、まあ、エース出したんですけど、もう遅くてっていう感じで負けたんですけど、はい、帰りバスでね、うん、僕、入木横に座らせたんですよ。はい、1年生ってやっぱ厳しい、もう、ね、もうだって、もう縦社会がす、ね、すごいとこなんで、はい、もう入木は僕の横に座らせたんですよ。はい、周りに何も言われないように。へぇ、うん、はい。で、帰り、すいません、すいませんって泣きながらね、はい、謝るから、うん、さあもうしょうがないやろって、それはしょうがない、しょうがない、気にすんな、気にすんなって言いながら、もうだお前、ね、次秋頑張れよみたいな話をしながら、はい、まあ、っつって、ここで泣いてたんですよ。はい、気づいたら、寝てました、あいつ。どういうこと寝てるな、そう、泣き疲れ、疲れてんのと、もう泣いて疲れて。高校生である、そのパターン。寝てた。今でも言う、優作に。お前さ、俺肩貸して、お前寝てたよな、言って。でね、いつもその、まあ上の方とかはずっと勝ってたんで、勝つと、寮の帰る、まあ日赤球場からこうやって帰ってくるときに、まあ日赤球場って今ないんだけど、誠っていうラーメン屋さんが、はい、そこに寄ってラーメン食べさせてもらって、優勝したりとかしたら焼肉が出たりとか。へー、すごいそれ楽しみで、俺らのときってあんまり強くなかったからなかなかなくて、最後負けて、連れて行ってもらった監督に、はい、なんかそれもなんかなんとなくね、なんか ここが買ってくるもんなのになって思いながら食べたのも覚えてる。こう野球人生その後、まあすごい輝かしい歴史だって WBC まで出てらっしゃるわけであれなんですけど、この、まあ、単純比較ってできないと思うんですけど、こう悔しい、僕ら高校球児だというか、もうそれが全てなわけですよね。もう、うん、その負けた試合がトラ、一緒、一応、まあ、負け、なんか、一応トラウマには、ちょっと、やっぱ、なんかみんななってるはずなんですけど、うん、どうなんですか？でも、その後の、やっぱりこう、大学とか社会人、プロ野球がもう、いろいろありすぎるから、その負けっていうのはそんなに、こう、記憶からするとそんなにもう、辛い記憶ってなくなってたりとか。いや、そんなことない。やっぱりその、PL の OB とかで、ね、先輩方とかとも話してても、はい、まあ俺はね、2年生で出させてもらったけど、やっぱり3年生の時に出てない、自分らの代で出てないっていうのは、やっぱりすごい、引け目があるよね。そんな、あるある、あるぜ、すごいある。めちゃくちゃあるよ。そう、そう。だから甲子園出てない代だもん。はあ、すごい引け目あるよ。だみんな、うん、俺らの上っていうのはもうずーっとどっちか出てるわけだよね。まあ、で優勝もしてるし、声なんてとんでもない。だからその P
PL 強かったですよねって言われても、いや俺らの時弱かったんだよなっていう引け目があるね。で俺らから暗黒時代が始まって4年間出れなかったんだ。それを打破してくれたのは誰の世代とか？今岡の世代。へえ。俺でしょ。で一個下に、まあ、野々垣ってプロいたやつがいるんだけど、はい、野々垣で入木優作、坪井プロでいうと、この代まで甲子園出てない。っていうか大阪おかしいっすよねマジで。入木さんとかだってメジャーまで一応行きましたよね、巨人で投げて、うん、それでも勝てないって。で今岡の代、その下の今岡の代からまた出始めた、ね。当時ってその他に強いとこって、まあ、上宮とか俺らの時は上宮、近代付属、うん、まあ、北陽も甲子園出たかな俺らの時は。でまあその辺っていうのは上宮近代付属の時代だよね、そのあたりっていうのは。元木さんは1個下になる。1個下、やっぱでもさすがに1個上の時にはもう大阪で敵なしみたいな感じなんですか、さすがに。うん、まあそうは言うんだけど、立浪さんの代も秋は3位なんだよね大阪で。でギリギリ近畿大会行ってんだよね。そうなんですか。うん、ていうか大阪やばいっすね。やっぱ大阪の準決勝でね、正代栄に負けたんかな、まあ、いいピッチャーいたの、うん、負けて、で3位決定戦で多分三大に勝って、その三大っていうのが今の大阪桐蔭ね、うん、で勝って、で3位で滑り込んでいって、でベスト4入ったんだ近畿大会で、はいはい、でその正代栄を2回戦でやっつけて、うん、負けた相手をやっつけて、はい、でベスト4入って、で選抜出て年明けから負けてない、うんうん、選抜優勝、春の大阪優勝、はい、春の近畿大会優勝、夏の大阪優勝、うん、夏の甲子園優勝。でも大阪の予選は決勝戦で、あれ近代付属と 1-0 だからね。へー、9回さよなら。どんなレベルの。でも最後決まったのが、はい、ワーアウトから怒涛の4連打で決まった。へでもね、あの時不思議とね、ベンチ行ってて 0-0 で行ってんだけど、はい、まあ、俺らが試合出てないからあれやけど、なんか負けるっていう感じは全くなかったんだよね 0-0 で行ってんのに、うん、へ、甲子園の一発目の試合、中央、群馬の中央高校って やるんだけど、これはね 5-6 回の時ちょっと怪しかったもんね。 2-1 で1回逆転されるんだけど、はい、なんかあれこれ負けるみたいな雰囲気はちょっとあったんだよね、うん、まあまあ勝ったんだけど、もちろんね、ないのって面白いなと思うね、今振り返ると。だから1回戦で選抜に西日本短大付属とやって、ビッグボスのとこね、母校ね、で石貫さんっていう左ピッチャーで、まあ選抜ナンバーワンの左腕って言われてたと1回戦当たったんだけど、はいはい、朝一の試合で多分序盤に3点取って、なんか5回以降か6回以降か多分ノーヒットなんだよね、うん、で 3-1 で勝ったんだよね。でもそっから乗ったってみんな言うだよね、片岡さんとか田中さんとか、うん、で準々準決なんかさよならさよならか、帝京にさよなら勝ちして、東海大甲府にさよなら勝ちして、はい、って感じ。そっからはもうなんか全然、うん、なんか負けないんだろうなみたいな。まあでもその後の代でやっぱりかかっ、ね、きつかったよ。だってきついきつい、やっぱプレッシャーはあったしね、はい、そこまで力ないのに。だから春も夏もあれで、ね、キャプテンが優勝1回し一人で。そっか。そう。まあそうか、まあそんな環境だとちょっと劣等感感じてしまう部分が。変わりますよ。めちゃくちゃあります。はい。